どうも前回に引き続きしょうもねオープニングだなと思ってこんなんでいいのかこのチャンネルは。いつも幼稚なオープニングばっか用意してきやがってただコメントでもね、僕のわけわかんないオープニングが好きですと言ってくれる方いるんだけど、頭やばくないか大丈夫かこんなことで面白いって思われるならすごく光栄ですよ僕は。ならそんなみんなに僕から一つだけ言わせてもらおう。見るチャンネル考えた方がいい。はいどうもピョキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、海外風のトロールコースが作りたかったカッコトロールバージョン3ということで、説明文を見てみるとですね、ごちゃごちゃしてなくてルート分かりやすくて開放感がある感じ、僕にはまだ難しいです。短めに作りました。よければ遊んでみてくださいということで、まあ説明文の通りね、このトロールコース短いかもしれないんだよね。なんで早くクリアしたら今日は3コースやっていくかもしれません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.19% で、さっきのオープニングの続きっていうわけじゃないんだけど、面白いコメントがあってさ、チャンネル登録をするきっかけとなったのがそのぶっ壊れたオープニングですみたいなチャンネル登録をする基準よ。やっぱ僕のチャンネルを見てる方ってやっぱその人もぶっ壊れてんだろうね。あ、開幕キノコ様だから僕のことをぶっ壊れてるとか言ってる、そこの君、君もぶっ壊れてる。強制天国、さっき今やったやんね。あのカロン、どのタイミングで来るんだろう。次は来るのか、どうなんだ。来るなよ、何も来るなよ。オッケーオッケー。そしてこのキノコは右から取れと、そしてこのつららを抜けて多分ここが鉄球なんじゃないかな。フラワー、わかるか。じゃあ右のブロックを叩いた瞬間すぐ左に逃げる。そしてこのフラワー取ったら先に滑るっていう感じだね面白い、罠を仕掛けてくれるじゃねえかミーヨちゃんよ。名前からして男性か女性かわかんない名前なんですけど、受けて立ってやるぜこの挑戦。上等じゃねえか。僕はこのコースをきっちりと攻略してあなたを屈服させてみせるさ。はあ、忘れてた。そういや最近やっとリゼロの2期が全部見終わったね。いやめちゃめちゃ面白かった。いや内容話したいんだけど、まだ見たことのない方いるかと思うからちょっと伏せておくわ。たださ、僕今までねエミリアってあんまり好きじゃなかったんだけど、その2期見てすごく好きになったね。いやエミリアたんマジ可愛いなみたいな。でも僕の心の中にはいつもレムタン、あなたしかいないよ。石尾石はどっか行っとけ本当にどっか行った。ナイスナイス。そしてここは右パウって書いてるけど、このハテナはゴイ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 。そういやこれ作ってくれてる方ミーヨちゃんって言うんだけど、前もこの方のコースした時さコメントくれてて、いやすごい嬉しいなと思います。なんでさ、今日はミーヨちゃんが隣におる感じでやってていいかな。まあ実質コラボ動画みたいなもんだね。ミーヨちゃんこれってさ、確か下に落とすで合ってたっけ。ね、そうだよミーヨキングやっぱりね、なら初めからそう言ってくれよ。なんでこんなひどいことすんのよ。ここはパン落として土管に入るでいいんでしょ。本当にそれでいいと思ってるのピオキング。え、違うのミオちゃん。え、この先進めないよ。え、ミオちゃん、なんかヘドルがやるけどもうだね、お笑いをこらえてするのが必死です僕。ドントプット、置くなっていうことなんかな、パワーブロックを。そしてこの下に行ったら何がある。ヒントって書いてることは答えが引っかかったねピオキング、置くのは不正解。いやあの土管の前なんもないよね。このまま行っていいのかな。勇気を振り絞っていざアイキャンフライ。なんでパンブロックがあるの。こんなのマジックじゃん。なんで、うわ純粋に今のところめちゃめちゃビビった。じゃあここはパンを投げてすぐ右に行く。これで合ってるんじゃないのか。そしてこの四角、うん、パンがいるって書いてるな。いやどうしよう、左はなんもあるわけないだろう。夢見んな。じゃあここ右ダッシュ、右だ、いやここの場所に追っておけばいいのか。そしてこのパワーブロックを置いてる。ああっバイオハザードの 1.00 倍は怖いねこのコース。いやこの方のトロールコースって本当にびっくりさせてくるような仕掛けが多いんだよね。でも僕そういうの嫌いじゃないよ、むしろ実況者向きと言えるね。だから制作者さん、うわー何引っ掛けまくっても僕の勝ちだね。中間取る前に出てこっか。まったく最近の中間ポイントはぬるい中間ばっかりだぜ。もうちょっと鬼畜な中間を用意してほしいぐらいだね。うわ全然取れないこの中間そんな、なんかやっちまったな。
これ絶対ダメなパターンだ。おでぇ、一旦あの砲台を見過ごしておこうか。そしてこのキノコか、このキノコを取って下の土管に入れっていう感じか。入れませんね。あ、上に行けばいいんじゃない。なんか上、さっきキノコを持ってこいっていう感じの書いてたね。だからここで、なるほどね、ここで扉が出てくると。さあ進んでいきますか。次はあの行きやっぱキノコは無視していいと思う。そしてこの下すげえ怪しくない、ガリガリんとこ、こっちが実は正解。ただ僕は見えたぞ、砲台が動いたということに。なんで砲台が動いてブラッパが左に来ると思う。なんで早く右に行くみたいだ。シャー足場がないのずるいやろ、これ絶対わからんやろ、ここに足場がないってさ。どう考えても足場じゃん。いや、うん、もうお前はいいんだって。じゃあ早く抜けろっていうことだよね。ブラッパが下から襲ってくるから。でもハテナもすげえ怪しい。あー、コインか。じゃあこのまま先に進んでっていいと思うけど、あのパウすげえ怪しい。一旦取ってってみる。エンジェル、あらよくもやってくれたな、エンジェルブラパよ。そこら辺の実況者と一緒にするな。僕は必ず自分の仇を取ってみせるぜ。このパウを取った瞬間投げる。それでつえ、このブラパ絶対に倒してみせる。なんか悔しいもん。ここに追っておいて、もう持った瞬間すぐ投げるね。オッケーオッケー。なんか右上の方にもなんかいなかった？コインか。そしてここは鍵を持ってこいって書いてるから、これいけんのかな。あ、足場あるね。そして次は足場がない。キャー、オッケーオッケー。そしてこの鍵は取っていいのか。うん、鍵を取っても帰れないよ。ちょっと待って、ここ用途見たら倒すこと必須じゃん。右にブラパがいるんだね。発動してんじゃねえか。さあここで鍵を取って左に行ったらダメだったよね。で何もしないで、オンオフが変わってるっていう感じか。絶対なんか変わりそうなんだけどな。もう一回ぐらい。変わんないか。変えてくれ。うん、意外と変えたい。優しい人なんだね、ミーヨちゃんは。あ、ピーター。いや今のはうまい。右の赤いブロック変えないでここで変えてくるか。賞賛に値するぜ。さあチェックポイントにそろそろあってもいいんじゃないのか。出た出た、こういうの。頑張って進んだのに実はこっちがダメみたいな、そういうパターンね。そしてここさ、左にドアって書いてるけど、あのドアに戻れっていうことだよね。どうやって戻るんだろう。なんかさ、 P ブロックでドアの形が記されてたでしょ。だから P スイッチを鳴らして戻ってこいっていうことなんかな。だから P スイッチがどっかに隠されてるみたいな、そんな感じ。いやでもこの方あんまり隠しブロックとか使わないしさ、そういう感じじゃないと思うんだよね。だからこのキノコを取って一旦戻ってみる。それか、あのドアに入って戻るかのどっちかだと思うんだけど、一旦この状態で左に行ってみるわ。これでなんか変わんないかな。オッケーオッケー、そういうことね。さあ進みますか。チェックポイントにはそろそろあってもいいよ。ここは左で敵を避けておく。そして下に行けっていうことか。さあ赤の缶に入っていきましょう。そろそろチェックポイントには、あ、あったけど、ピクミンコース、こっから、え、長くないかな。なるほどね、コース名もトロールだとそういうことなんじゃない。じゃあ一旦左から入っていってみようか。あ、坂だ。じゃあ3つのピンコインを集めろっていうことだけど、行き道がこの左しかないんだよね。だからこのドアの中に2つのピンコインがあるんじゃない。さあここ50コインを使用してみる。クッキー、ここは何もしないでいい。動くな、ヒギアストロン。オッケーオッケー、アストロンが効いたみたいだね。そして分かってる分かってる、ここオンオフしたら砲台が動くんだろ。なんで早めに右に逃げる。これでどうか。いやうまいよね、ここオンオフして右に逃げることを想定して作った罠でしょう。いやさすが巧妙すぎるねこの罠は。そういや最近スラムダンクの映画が公開されたじゃん。めっちゃ面白そうだよね。すげえ気になってるんだけど、もう見に行った方いるかな。ネタバレにならない程度で感想教えてほしいんだけど。この青鬼がなんかね、バスケに興味がない方でも全然楽しめる映画みたいだね。ツイッターでね、ネタバレにならない記事を読んだんだけど、その時に書いてたんだよね。ラストがめちゃめちゃやばいみたいな。ただね、泣けるとかは書いてなくって、どうやばいんだろうみたいな、もっと気になったね。さあここでフラワーを取ってこいって書いてるね。ここまでは合ってる。そしてここはキノコをなくしていけっていうことか。じゃあここをチビ状態でいけっていうことでしょ。このイモムシ野郎が、こんなか4部ブロックが隠されてるっていうことだよね。でもさ、ちょっと分かんないことがあるんだけど、これなんで下からだったら花ちゃんが生きるのに上からだったらやられるんだろうね。そこんとこがちょっと分かんないな。ここはノーって書いてるね。なんか身体系みたいな感じ、これ下落ちねえみたいな。いや実はこっちが正解。いやどうなんだろう、すごい正解っぽいんだけどな。チェックポイント1、頼むチェックポイント1は戻さないで。いやワンチャンあるワンチャンある、絶対こっからゴールできるパターンだ。こっから右にダッシュすればいける。
都会に戻すんじゃないんだ。そのガリガリの中がゴールになってるんだね。いや今回もすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワールド1の2かける大量の魚ということで、説明文にですね難易度少し下げました、カッコジュゲムの数を減らした、土管の位置変更などクリアチェックにかかった時間ツイッターのスペースで話してる間って書いてるんですけど、これ実は裏話があって、このコースのね難易度下げる前のコース僕やったことがあって、でもどうしてもクリアできなかったんだよね。でそれをねこの制作者さんピオボテさんと話す機会があって、いやあのコースめっちゃぶつけえばいっちゅって僕にはクリアできそうないって言ったんだよね。そしたら難易度を少し下げてくれてコースを投稿してくれてるみたいな。なんでそこまでして作ってくれてるし、このコース挑戦していこうかなと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% と言ってもね、このコースもとってもなんか難しいと思う。僕ね結構大量に何かを落としてくる系のコースやってると思うんだけど、これ本当に難しいんだよ。もうクリアに1時間とかねかかっちゃうかもしんない。でさっき言ったこの難しいバージョンの1の2があるじゃん、それは約3時間ぐらいかけてもクリアできなかったんだよね。本当にそうくらいぐらい難しくって、これちゃんとさ原作通りスターあるのかな。スターあるんだったら多分この辺にスターがある。あ、なんか矢印が書いてくれてるね。あー優しい優しい。でどこにフラワーが次隠されてるんだろうね。このキノコ状態のまんまだったらまずクリアできないと思う。あ、これかな。優しい。この違う、この上はやっぱ生かしてくれないか。やべ、無駄に金魚を増やしてしまった。頼むって怒らないんだって。もうカオスすぎる。いつも思うけどカオスすぎる。次のアイテムはどこ。魚はいいんだって。いやワンチャン上から行けるかなと思ったんだけど、しっかりと対策されてたね。このファイヤーフラワー状態のまま下が取れた。フラワー状態でスターが熱すぎる。頼む、もう来ないでよ。一旦このフラワー出しておこうか。なるべく倒しておこう。もう一旦当たってもいいからね。僕は当たってもすぐにこのフラワー取るよ。あ、どうしよう、これもう右に行った方がいいのかな。あ、もう右に行こうか。そしてこっから、いやきっちり次のアイテムが欲しい。早く早く、もう右に行こうか。誰か早く。面白い面白いじゃねえか制作者さんよ。もうチビだからアイテムを取れねえってか。こっからもううんじゃねえかこんなの。頼む、チビの方はクリアさせて。絶対に無理だろうと思うけど、なかなかいい避け具合なんじゃない。チビだから金魚も倒せない。くっ、一球、もう来ない、誰も来るなって。なんでトンカリこんなんだ。みんなそろそろ勘ついてると思うんだけど、この動画を僕がただそれだけの動画になります。そしてただ絶叫しまくってる動画みたいな。なんかなかなかいいんじゃない。今回はファイヤー状態でここまで来れたから、この先の土管地帯だよな。この先の土管地帯、前はねブクブクが大量に出てたんだよね。3つの土管ぐらいから。あ、なんか土管に入れるようになってる。この先は。ふざけるな。なるほどね、スタートまで戻してくる仕掛けも用意していると。そんな鬼畜なことさせる、こんなに難しいコースでさ。頼むって、もうこの、もう次のアイテムゾーンはどこ。ここまで来るのがマジで吉。しかもやらしいな、この音楽は。なんか集大成の音楽をつけてくれちゃってさ、わざわざ。この先だよね、ここの土管に入らんようにしよう。そしてうわ、こっからやっぱブクブクが出てくんのか。頼むって、ちょっと進めたんだから。次のアイテムゾーン、あ、なんかアイテムかと。やった、こんなところにアイテム設置してくれてるやん、優しい。ちょっともうろれつが回ってないかもしんない。めちゃめちゃやってるもん、もう顎も疲れたよ僕。さあ次のアイテムゾーン、確かこの右下にねアイテムが隠されてるんだよね。取れるか、この矢印のアイテム取れるのか僕。無理、すげえ無理、もうアイテムだーんでー。いや、やばすぎやろ、もうやばすぎやろ。頼む、次のアイテムゾーン、あのフラワーさえ取れば僕はまだワンチャンゴールできる可能性が。やった、来た。次こそ行くよ、絶対に次こそ行く。もう喋んないでいいかな。あ、これキノコ状態だったらさっきの右下のアイテム取れそうじゃない。ちょっと突っ込んで行ってみるよ。もう駆けていく、この右下の。頼む、どうして。ここ、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 
さあここね、前ね右下に土管があるでしょ、あれ入ったら罠だったんだよな、あっち実は違いますよみたいな、土管に入れなかったんだよね、だからこっちが実は正解みたいな、多分そういうことだと思うよ、頼む右下、いやここキッズ長い、早く右下に行かして、あっスタート、全然ある全然ある、この土管がゴールみたいな、頼むもうゴールでいいよ、やったいや最高にちょうどいい難易度だね、すごい好きでしたこのコース、こういうのってさいろんなバージョンあっても面白そうじゃない、スーパーマリオブラザーズ3 1-1 の大量の魚とかさ、スーパーマリオワールド 1-1 の大量の魚みたいな、まあ作る方はすごく大変だろうけどね、どうもご視聴ありがとうございました、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。